さあやっていきましょう。セブンスアニバーサリー1日限定フレッシュ放題対局マイルス。ということで続いてはですね、ブライドアリエル、かわいいっすね。高得点エリックが出て、少しの間アリエルも高得点になるよということで、何個出てくるんだろうね。4秒間で 2.2 倍って言ってましたね。はい、ということで、ユニはですね、なんか6個の積みが出てきてますが、ほんとね、ずーっともうね、3時間くらいプレイしてるんですけど、どんなことやってんだって話なんですけど、あれですわ、明日の筋トレの日なんで、あんまりダメージを残してよろしくないんですけど、まあ仕方ないよね、今日だけだもん、あと消費しないといけないんですよ。さあ、エリック出していきましょう。あ、10! リトルマーメイドもね、もうあんまり覚えてないからね、どんな作品だったかっていう今覚えてないですよね。あのあれですわ、あの心込めて歌わないと若槻千夏がめっちゃ怒るっていうのだけは知ってる。なんかそこまで比べるんかいな。何だったっけな。女がそこまで言っていいんかしか言ってこなくて、何だったっけな、 あまりにも名前が違いすぎて嫁さんに横で鼻でふって笑われますけどね、今嫁が横にいます。はい。そんな情報どうでもいいな。僕がどこでプレイしてるかよりも、ね、皆さんにこのチームのね、素晴らしさを、ね、紹介したいっていう方とか、それだけで頑張ってるんですけどね。はい、チューしねえんだな、この距離感だろ。チューしてほしかったな。バーン。はい、ということで、なかなか難しかったね、エリック消すっていうのは。はい。ということで、ミッションもクリアしましたので、次のミッションとともに、また次回の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。